セグメント、D セグメント D セグメントとは、主に欧州で利用されている乗用車、分類方法であるセグメントの1カテゴリーであり、C セグメントと E セグメントの中間にあたる。同一セグメントにセダン、クーペ、ハッチバックなどのボディスタイルを包括する。調査会社であるグローバルインサイト社の分類では、スポーツクーペ、マルチパーパスカー、SUV を含む。日本車では、 ミドル、アッパーミドル世代に相当し、ミドル級は CD セグメントとクラスが重なる。欧州で以前に使用されていた最も競技の分類においては、C セグメントと E セグメントの中間に位置し、スポーツクーペ、マルチパーパスカー、SUV は別のセグメントに分類される。3リットルのエンジンが搭載される車を指すことが一般的であるが、車両サイズ、全長、 価格、イメージ、装備など複数要件による分類のため、明確な数値基準はない。アメリカ合衆国における分類のミッドサイズが D セグメントに禁止する。ヨーロッパの消費者団体による自動車、衝突安全テストでの大型ファミリーカー、ラージファミリーカーが D セグメントに禁止する。イギリスにおいて、コンパクトエグゼクティブカーに分類される。 メルセデスベンツ CE クラス、BMW3 シリーズ、アウディ A4、レクサスイズなどのプレミアムブランドの車の場合は、C セグメントを細分化したプレミアム C セグメント、もしくは1セグメント上の D セグメントに含めるなど、業界やメーカーの恣意的な基準で表記される場合がある。ただし、これらの車種の価格は、北米においては、大衆車より若干割高な程度の2万ドル台からである。 なおピックアップトラックやバンなどの商用車は、乗用車のセグメント分類には属さない。日本においては、いわゆる5ナンバー車への根強い需要からか、時に、かつて CD、D セグメントだった車種が、スペック上 C セグメントより、格下になってしまう、逆転現象が起こっている。 h t t p コロンンススラッシュスラッッシシシュュイ e c e u r o ッ a e u スラッシュコンペティションスラッシュ m e r g e r s スラッシュケーシズスラッシュティーシジョンズスラッシュ m1406enpdf ありがとうございます。